ありがとうございます。私は神宮寺隆法です。私はいよいよ、ま子さまと小室圭さんの結婚が決まったことについて、一言国民として申し上げたいと思います。ま子さま、 あなたは民間人ではないんです。公人です。公けの人です。しかも皇室の一員です。我々日本人は大東亜戦争で天皇陛下の軍隊として 我々の祖先は300万人死んでいったんです。天皇は、昭和天皇は、私は責任はないと思いますが、昭和天皇を訴追しなかったことが、今の皇室のあり方を大きく歪めていると思います。 今の皇室はイギリスのサルマネじゃありませんか本当の皇室というのは昭和天皇でもう終わってしまったんです。ま子さまいいですかあなたの今のとっている行動は もう日本に皇室はいらないというメッセージを国民に与えているんですよ。今、日本国民は、辛抱しながら、お金のことを考えながら、必死になって今生きているんです。あなたは皇族として、ぬくぬくと生きてきたじゃありませんか これから結婚するにしても、おそらく多額の日本国民の税金があなたの生活、あなたの人生に多額の税金が投入されることは当たり前なんです。私はもう皇室にうんざりしています。 もう皇室は日本にいらないです。皇室はもう一回申し上げます。昭和天皇でもう終わってしまったんです。あなたたちのようなイギリスの皇、イギリスの国をま、ま、真似たような、あのような制度に 我々日本人はもううんざりです。お願いです。あなたにもし皇室としてのお気持ちがあるんであれば、靖国神社に小室圭を連れて参拝してください。日本の歴史を見直してください。 あなたに皇室としてのお気持ちがあるんであれば、先の戦争で亡くなった、あの戦争で亡くなった、英霊の祀られている靖国神社に行ってお参りをしてください。私はこれをまず、 することによって、10月1日の婚約会見をすべきだと心から思っています。神宮寺隆法は、あなたの幸せを心からいつも祈っています。神宮寺隆法でした。ありがとうございます。